はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、桜鬼神です。はい、ということで、今回もね、モンスターの叩き方ということでやっていこうかなと思います。はい。で、今回行くのはね、ボルボロスなんですけど、まずね、そいつの特徴をね、喋ってからやっていこうかなと思います。はい。まずね、一番危険な攻撃が突進なんですよ。で、まあ突進のね、後の、まあ尻尾がね、一回曲がるんですけど、あれにも当たり判定があって、めんどくさいんでね、まあそこの対策をちゃんとできたらなと思います。はい。で、あと、まあプルプルしてね、泥飛ばしてくる攻撃とか、あと予備動作が少ないけど、まあ結構ね、めんどくさい。頭突きですね。頭をさ、地面に叩きつけて、泥飛ばすやつね。あと、まあ、タックルで、そのまま泥飛ばしてきたりとか、まあ、そういうね、泥関係でめんどくさい攻撃が結構多いんで、まあ、そこのね、対策をやっていけたらなと思います。はい。で、頭破壊なんですけど、多分、トライ G の頃だと、まあ、頭破壊ってね、打撃属性じゃないと破壊できなかったと思うんだよね。で、ワールドになって変わったのかどうか知らないけど、まあね、とりあえず打撃属性ハンマーなんで、打撃属性で、まあ、今回ね、頭破壊を一個ね、ミッションでやっていけたらいいのかなと思います。で、まあ、頭破壊はするんですけど、ボルボロスってね、弱点が腕と尻尾なんですね。で、頭は弱点じゃないんで、まあ、ダメージが通りにくいってことで、頭破壊終わった後は腕をね、メインに攻撃していこうかなと思ってます。まあ、そんな感じですかね。じゃあやっていきましょうか。で、今回行くクエストなんですけど、まあ、闘技場と普通のクエストどっちに行こうか迷ってるんですけど、みんなどっちの方がいいんですかね。普通のクエスト今回は行っちゃおうかね。で、装備とかね、注意事項に関しては、鬼狩りのね、パート7かな。で、ドスジャグラスの叩き方っていうのがあるんで、まあ、そこをね、見ていただけると結構わかると思います。それのね、動画の前半部分で結構喋ってるんで、見てみてください。よし、秘境スタートっすね。よし、ここどこだかわかんねえんだけど、多分あっちだよね。いや、普通にここに来るよね。多分、ここら辺から、来るんではないか？もう行っちゃった？だいぶ、いたいたいた。あそこに後ろ姿が見えるぞ。すげえ、遠くまでさ、オープンワールドっていうのかな？こういう、オープンワールドっていうのか知らないけど、行く続きだから、隣のエリアにいても見えるっていうのが結構さ、いいよね、これ。で、ブロスさんいるけど、どうしよっか。まあ、とりあえず殴るか。とりあえず殴るんだけど、このエリア、坂がめんどくせえな。で、サイズ的には、まあ、そこそこ大きい。回避失敗した。こいつの地味にむずいからな。で、早々にね、頭を破壊してしまいたい。これこれ、タックルの泥飛ばしね。で、これはね、耐えられないんで、突進は R2 で耐える感じで。意外とこいつの乗り難しいと思うんだよね、突進あるから。えい。よし、頭の泥が破壊し終わったんで、次スタン狙っていきましょうか。OK、スタン。かな？スタンだね。でも、傷つければそんなに弱、結構入るね。終わった？これが強い。なんか分かってて避けられないやつ。青。で、これは、こうですね。普通に。なんつうの、緊急回避っていうのが、やれば、抜け出せます。場合によっては緊急回避2回分ぐらいですかね。頭破壊じゃないか。そう、こうやってね、ポロって取れるんですよ。
でね、剥ぎ取りもね、尻尾みたいにできんだよね。で、この、ここもリアルで結構、あ、痛い、観察させてくれよ。ねえ。これ結構面白いよね。あぶね。あ、これ尻尾にもついてんだ。これは知らんかった。じゃあ腕メインで殴っていこうかな。頭破壊したんで。言っても、このエリアだから結構坂殴りメイン。あの、大車輪って呼んでんだけど、くるくるメインでやろうかなと思います。はい。多分坂があるエリアだったらね、このくるくるが一番強いんじゃないかなと思います。はい。ということで、そろそろ、1、2の3、はい。で、腕だね。まあ別に頭破壊してるんで、頭に吸われても多少は、あれかな、耐えられる。耐えられるっていうか、ダメージそこそこ出るから、よし、お、ホームラン。で、まあ石とか回収してないんで、もう3スタンプで、あ、下手くそ、腕に当てようと思ったんだよね。まあ腕がね、一番ダメージ取る感じがする。で、ハンマーなのに頭殴れないっていうのは結構辛いけどね。まあ弱点じゃないからしょうがないよね。おう。で、特に殴り方の解説今回してないと思うんだけど、正直ね、予備動作が大きいモンスターだから、まあなんつうの、隙がね結構あるんだよね。だからまあそんなに考えないで殴ってても結構いい感じに殴れるんじゃないかなと思ってるんだけど、結構ね、大技決める隙があるからね、まあ、ハンマーには結構相性いいんじゃないかなと思います。で、そろそろ3回目のノリがいけるんじゃないかなということで、あれ、いけないですね。いけないですね。あ、そうそうそう。こうやってね、ボルボロスって、なんか、ついてくる時があるんですよ。OK。で、ホーミングは、まあ、だいたい回避1個分の時ぐらいの距離で避けると、まあ、当たりにくい。追加で傷つけときましょうか。どこに傷つけたかわかんねえな。腕が小さすぎて。腕ってよりね、もう、なんつうの、顎？顎狙った方がいいと思う。そうすると勝手に腕に吸われるから。あ、スタンか。頭に当てた記憶があまりないのだが。なんか、ガチャブにボコボコにされてんだけど、大丈夫か。でも、ボルボロス先輩ですからね。結構、会えるんじゃない。まあ、正直、麻痺とかしてるときって、ハンマーってね、殴りにくいんですよ。なんで、普通にタメさんからのクラッチクローで全然いいと思う。わ、また方向が回避できなかったな。あ、ここはやっぱりあれやりたいっすよね。あ、でも麻痺しちゃったか。ガスガエル先輩に助けてもらおうと思ったんだが。ボロはついて、ついてるか。ついてるけど、こうやってね、結構近くにいたりすると当たんなかったりする。で、これね、尻尾。腰の後の尻尾ね、この、ボロボロスの右側に尻尾が来るんで、まあ、追っかけるときはボロボロスの左側にこうやって行くようにすると、
当たりにくい。何回方向するんだこいつ。で顎を練る。あ、禁止か。ちょっと時間かかっちゃうんで捕獲してもいいけど、まあ、できれば討伐したいよね。はいはい、これ分かってても当たる続きね。これが一番困るんだよな。お、戻ってったな。あれ禁止じゃなかったっけあいつ。謎だどうなってるんだ。でもドクロ出てるから瀕死だよね。なんか足引きずってるように見えないんだが、ここら辺だよね。あ、負けた。よーし、でまあ今回は腕にプラチクロで傷つけということで、まあこのボロスそんなにあれだよね、結構大きめな方だと思うから、まあくっつきやすかったりはするのかな。でまあ体の下には入ってれば、まあ泥飛ばしは当たりにくいと。はい、ってな感じで、まあ、クリアですかね。で、まあ、今回ね、まあ、何回も言うけど、頭がね、弱点じゃなくて、腕と尻尾がね、弱点でダメージ取るんで、まあ、頭を破壊した後は、腕メインに攻撃してました。あと、まあ、頭、頭突きが結構厄介だから、常時、警戒しとくといいかもしんない。結構分かっててもさ、当たるじゃん、あれ。あれが一番辛いよね。分かってて当たるっていうのは。まあ、そんなところかな。はい、ということで今回はねボルボロスの叩き方ということで、はい、終わりたいと思います。でね、あの、まあ、頭が弱点じゃないモンスターなんだけど、結構ねハンマーとは相性がいいモンスターだと思うから、練習したい方は結構おすすめのモンスターです。ということでね、次回もお会いしましょう。バイバーイ。